今日の試合は自分が決めなかったんでチーム苦しくしてしまったんですけど、まあ、結果勝てたってことはプラスに思って次に臨みたいと思います。次の試合の見どころの選手はフォワード陣全員を期待してください。お願いします。